半間家の本家の半間岩先生です。ですね、国家で、歌われている君が岩おとなりての岩おという名前が私ですね。父の名前も半間岩一で、じいさんも二文字で岩おというおという字をつけましてね、同じ漢字を書きます。そのことで日本で歌われてるわけですね。まあ日本国は味方というわけじゃないですね。で、NHK の紅白歌合戦で25年間音楽のね、監査担当していたね、父、まあ父は芸能人をやってたんですけど、半間岩一ですね、音楽の作曲家として。また編曲家としてねやってまして、長男の私でございまして、半間家の本家なんですね、本物貴族なんですけど、父が死んだ原因はね、毒殺なんですよ。2回目の母が毒を入れたんですけども、妹と姉が共犯ですね。というのは、父から私にだけ生前贈与で財産を分けてもらってたんですよ。で、それを不服にね、2回目の母ですね、が、と妹と、姉ですね。あと関係者、ね、親戚と関係者も怒ってまして、全部関係者ですね。で、毒殺したということね。で、それで父は亡くなったんですね。山中湖の別荘にメルセデスベンツでね行ってて、それで、倒れる時に緊急に電話をもらったんですね、父からね。それで亡くなりましたけど、毒殺でね。で、その時死ぬ様子は電話で私聞いてるんで、父からの電話はね、普通は絶対かけないんです、私の方の電話ね、父からね、必ず代行するんですけど、誰かにね、それから繋ぐんですけどね、しかし警察も絶対私に対してのあれだから、私に対して嫌いで、嫌いなんですよ、警察はね。で、警察にそのことを全部証拠を、ね、全部残ってるんですね。自動車事故の、ボイスというか、レコーダーと同じに全部残ってるんですよ。で、前もってそういう殺されるよということで、ホームページでも公開してたんですけど、公開してるんでね、全部証拠残ってるんだけども、絶対犯人捕まえない。兄弟関係全部捕まえない。無視ですね。それでね、遺産相続の時は、全部盗み取られました。ね、毒殺してした人が全部取ってんだからね。で、そういうことで、警察はね、それ知ってるんだけど、もう絶対無視ですね。私が嫌いということで絶対事件を、担当者もついてもらってるんですけど、全く処置しなくて、今度はお前が殺したんだろうなんていうことを言ってきましたね。全く無視してます。私なんかこっち離れてるからね、全然違うところにいますからね。で、そういうことで、現在、半間岩一、芸能人をやってたね、作曲家でやってた父半間岩一が死んだのは毒殺で、犯人も捕まえてません。全く複数ですね、関係者全部そうです。ということでね、お伝えしておきますけれども、まあ、いろいろそうですね、そういうことでね、ちょっと大事なんでね、まだ事件捕まえないし何もやらないと、もう、2年経ってますからね、そんなことですね、死が亡くなってからですね、そういうことをお伝えいたします。死はね、中央大学法学部を卒業して学生時代バンド組んで、ね、音楽を始めたんですね。で、もともと本家でして、半間家のね、中央大 法学部卒業してます。で、
2つ学科を卒業してますね。4年の大学で、ね、ということですね。あとは家は東大ばっかしですね。私の家の方では東大、東大3人卒業してます、ね、私は高校までに和光大学文学部を勉強を終えて、それから理数系神奈川工科大電気科を卒業して、理数系を卒業してます。それで大学の先生の資格を取ってますね。そんなことで、まあ父の死というのは毒殺で、全く犯人は分かってるんだけど無視で、逆に私に犯人扱いしてという現状だね。絶対捕まえませんね。で通報しても全然無視されました。遺産相続の登記も言ったんだけども無視ですね。だから遺言で言ったんで全部財産は私のものだったんですね。それも無視されました。毒殺だからね、全部僕の財産になるんだけど、そのこと言っても無視されました。東京の法務局どこでもね、ダメでした ね、そんなことグルで、全部事件解決してません。そんなことで殺人事件が起きてます。そういうことね、注意してください。